りとなってますね。で、閉めて。いいですね。なぜあそこに人が寝てたのかわかりませんけど、今からそういえば地下鉄に一度も乗ってなかったんで、地下鉄に乗って北駅まで行って、それから空港に行くということにします。昼過ぎのフライト。はい、でメトロがあの辺です。あら、動いてなかった。来ましたね、ちゃんと、大学アテンジェ、センキドシェ、北駅から空港行きの鉄道っていうのがやっぱり渋滞とかないんでいいかなと思ったんですけど、ちょっと本数が少ないんで今まだ余裕があるんで、バスで行こうかな。これは出るだけですよね、多分。よし、ピエタビクトリア、それでバス。まだ出てないんかな。かける30なんで90ってさ、90めっちゃ高くない？え、そう、9040から47か。オンラインチェックインが終わっててバーコードも出てるんで、一応カウンター行ったらもうセキュリティ行ってくださいって言ってくれました。さて、セキュリティチェックを終えてパスポートチェックコントロール一瞬で終わって、ナッシングシューディクレア、こっちに国際線出発。ルーマニアは宣言協定ではないのでヨーロッパ連合 EU なんですが、パスポートコントロールがありラウンジにも入れないんで空港内ブラブラするしかないです。値段はちょっと上がって7、これ取ってたら注意されて怒られるのかなと思ったら、いやいや注意されてるんじゃなくて故障中だよと優しく教えてくれたというところです。ピザか、30なんで、1000円、1000円のピザ。自販機もう一回見ようか。7、水が7なんで210円。充電スポットがあってサンドイッチが43円、1200円。ずっと来て下に降りるところが出てきた。下降りてバーガーキング行きます。バーガーキングはですね、例えば60セットが1800円か。あっかー、アテネゲート7ですね。なんとゲート7に行くにはもう一回ボーダーチェックがここにあるんですけど誰もいませんね。出入りできんのかな。Thank you.
顔パスで入っていきますね。入ってきました。7番ゲートのエリア。やっぱ自由に出入りできるみたいですね、ここは。なんかもらんし。ちょっと充電する場所全くなかったんで、戻って向こうでやります。すごい、スロットがある。お菓子が安いなと思ったけど、3ユーロなんで、400円とか500円とか。充電スポットらしいのはここですね。しかも埋まってるのかな。立ってないといかないしね。はい、長らく水筒として活躍したこいつも、まあ10日以上使ってるんで1回でいいでしょう。台湾で買ってきたやつ、プラスチック、ありがとうございました。じゃあ乗り込みます。登場します。 10F の動画は1時間ちょっとのフライトなんで楽勝だと思います。アテネです。マナジアの主導者、シリカミナイプルタジオとして公安団となりま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 す。マナジアの主導者、よし、まあまあ空いてます。全然空いてる。パスポートコントロール終わったらすぐこういうとこ来て出てきます。で、水が込めて SIM カードを売ってますね。で、バゲージクレームがあってあっちで入国。めちゃくちゃ空いてたんであっという間でした。よかったよかった。はい、一旦外に出よう。X93 とかいうバスがあるんで、あっちにあれをそれ乗りたい。バスがちょっと時間かかるんでメトロに乗ってみます。電車はね、どうやって乗るんですかね。20分後なんで、まあここで帰れそうですね。これか、9か、やっぱり高いけど、いや、はい、ました。これタッチするのかな。おお、すげえ。9です。9ユーロ。調べよう。結構人いますね。少しはずじゃないんかな。3時半。アルテナン神殿やっぱ無理やな。あと1時間早かったらいけるんやけど、5時までなんですね。ここ来ます。あの、来ました。一応エアポルト。
着きました。そうか、時間制やったな。はい、アテネ大学。